えー、マリオの生みの親であるニンテンドーの宮本茂さんが松本一夫さんとの対談でマリオが売れたのはシステムの内容が優秀だったからではなく多くの人に注目されたからとおっしゃっていました当時インベーダー以来ゲームを知らない人が圧倒的に多かったそうです、えー、良いものを作ると自然とスポットライトが当たるというのは間違いですかはいえー、鬼滅がヒットした理由も漫画やアニメを知らない層にうまく受けたからなのでしょうかまたもし宮本さんが引退されたらニンテンドーは衰退していくと思いますかいいえ えっとあの『鬼滅』がヒットしたのはまずジャンプで連載していたからです。あの結局その多くの人に見られる状況っていうのはすごい大事なのであの作品が良いかどうかっていうのとその作品が売れるかどうかって結構リンクしてなかったりするんですよ。あのあの僕がすげえ面白いと思ってるけど全然流行ってないものっていうような結構あるんですよね。 で、あの、その、じゃあ、あの、えっ、ー、と、進撃の巨人がなぜ流行ったのかっていうと、やっぱりアニメなんですよね。アニメで進撃の巨人がすげえよくできてたので、じゃあ、あの漫画面白いよねっていうので、漫画のファンが増えたっていうのがあって、やっぱあれもそのアニメ化されるっていうのが、まあ、そもそもじゃ進撃の巨人どこで連載してたのって話になるんですけど、っていうので、あの、やっぱジャンプすごいんですよ。あの、やっぱ世界で流行る漫画のジャンプ率めっちゃ高いんですよね。 あの高橋留美子さんの漫画ってやっぱそれなりに面白いんですけど世界では流行らないんですよね。っていうのもあって「ジャンプすげえ」っていう。であの宮本さんは完全に謙遜してますあの人超優秀です。マリオだけだったらまあ確かにたまたまかもしれんよねっていうのがあるんですけどゼルダとかも作っちゃってるんでもともとあのマリオって敵役なんですよね。ドンキーコングっていうあのアーケードゲームであったゲームを移植したっていうのがそのあの割と最初流行ったんですけど。 で、そのドンキーコングも、あのキングコングのパクリなんですよね。まあ、それを置いといて。で、キングコングがお姫様を助けに行くんだけど、そこのお姫様を助けに行く邪魔をする樽を投げる悪役がマリオだったんですよ。なので、もともとマリオが人気だったかっていうと、実はそうでもないと。で、その後マリオブラザーズっていう対戦ゲームができて、で、対戦ってめちゃくちゃ面白いよねっていうのが分かったんですよ。 要はそのコンピューターのゲームってあの当時ってそんなにそのスペックが良くなかったのでコンピューターでやるゲームって大体やるともう慣れちゃって飽きちゃうんですよね要は同じことの繰り返しなんですけどでもマリオブラザーズって協力ゲーのように見せかけて実は対戦するとめちゃくちゃ面白いっていうことになって人間と対戦するゲームも面白いよねっていうのが普及したんですよ なので、その、あの、1P と 2P の両方のコントローラーが付いてるファミコンっていうのがすごいよねっていうのがあって、で、マリオっていうのが知られるようになりました。っていう状態からスーパーマリオっていうゲームが出て、 でそのジャンプを押してる時間だけちゃんとジャンプするし離すと途中で落ちるっていうのと B ダッシュで速くなるしその B を離した時にも減速するみたいな自分がコントロールしようと思ってる動きとちゃんと丁寧にそれに合わせてキャラクターが動くっていうその感覚をそのあのコンピューター上で再現するっていう能力に関して宮本茂さんめちゃめちゃ優秀なんですよ。その押した通りに動くっていう気持ちよさっていうのを再現したっていうところでスーパーマリオすげえってなったんですよね。 っていうのがあったりするので宮本茂さんマまず優秀っていうのもあるのであの間に受けて宮本謙遜する優秀な人っていうのを間に受けてあこの人なんか大したことないんだと思うやつはマジバカなんで宮本茂ほんと優秀ですよ。